後ろから飛ばしてください言うてんのに。芸歴もう3年目ですね。あの神社の神様、ちゃんと芸人の格好できました。ちょっと膝、あ、お金入れてないわ。先にお賽銭、ちょっと待って。お賽銭、じゃあ十分5円、15円、15円でいいねん。15円、あ、15円ないからすいません、10円で。10円。花園神社の神様、早く膝が治り、サンバができるようになり、年内開催、お客さんが、じゃん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 、あれ何やったかな、あと、あれ何言うんやったか忘れた。いっぱいありすぎて、財布ちゃんとある？あ、 SNS アップ、あと商売繁盛、何やったかな。いっぱいありすぎて、いっぱいありすぎて、ガッパガッパ、ごらんのよ、もうけれない。ガッパガッパ。花園神社の神様には、花園神社の神様には芸をすんねん、ここで。まずあと照明も一気、もう一気入れて、あととりあえず早膝治らんとあかんし、あともっとシャンパンじゃんじゃん開くようにと、あとじゃんじゃんカードを切ってもらえますように、あとあ、ふくちゃんはよ飲み、あ、ふくちゃん間違えたわ、モップちゃんはよ飲みに来て、ね、あとじゃあね、2015、2016、また爆発に、あとメディアの方、じゃん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 。お願いします。パラリンピック、ガッパガッパ、お金がガッパ、キツネさん、うん、コン、キツネさん、うん。また取りに来た写真。写真撮りに行くんで、キツネさん、あ、そう、11月はそう、11月はブラジルに行きます、サンバの先生と。次行こう。